なるほどね、うん、こういう時はなんかもう病院行ったらいいんですけど、なんかあるんですか、その漢方薬みたいなのってあるんですか。あの逆はあるんですけどなかなか、あ痩せらせるみたいな。あへえ、そっかそっか。ちょっとやっぱりダイエットとかで脂肪分とかカットしたりとか、うん、筋肉つけたい方ってよくするんですけど、やっぱりちょっとは必要になってくる成分ではあるので。なるほどね、うん、いやこれ以上太るの怖いな、私、ね、あとはちょっと上下で筋肉の量が違いますよって出てます。どっちもどうなんですか。ここ筋肉の量ここなので、まあ、足のお腹から下の方が多い、うん、逆に足の方が少ないというか、まあ、標準なので。あすごいな、すごい多分走ったりとか、うん、もうめちゃくちゃめちゃくちゃしてるじゃないかなと思います、ね、ほぼ均等になるには何だろう、どうすればいい、どうすればいいというか、足の筋肉を減らせばいいってことですか。まあ、ここが全部一緒になれば、うん、ここは均等についてますよってことになるので、どっちかというと足の方が多いから。あそういうことか。そうそうそう、7キロと2キロぐらいかな。太ももとかって筋肉結構大きいので、お尻とかここがちょっとやっぱりね、うん、悩みなんですよね。お尻とかやっぱりこの、うん、なんていうんですかね、太ももとか筋肉大きいので。そうですよね、うん、そうなんですよ、ね、なかなかこの腕とかをやっても筋肉ちっちゃいから、うん、そんなに、ね、あとは背中ですかね。背中が大きい筋肉なので、まあ、そっち気になって足ばっかりやるとこういうことになる。ああそういうことか。あんたはどうなの。いや私はまだすげえいいじゃん。あいいですね。いいですね。あもうちょうどいい、完璧ですよね。完璧って感じです。そうですよね。もう筋肉型よりの適性なので、はい、素晴らしいってことですね。素晴らしいですね。ほらもう全部もね、素晴らしい。タンパク質もいいね。いいです、うん、水分だって、ね、こっちタンパク質いいです、ね、もう普通ってことですね。十分ですね。もう面白くない人間ってことですね。簡単に言うと旦那さんどちらかというと、はい、上半身の方に筋肉が、あで左右でいくと右の方、右が、うん、右ってこれ、あ高い、まあ、でもちょっとです。本当に100点、上半身が筋肉多い、うん、もう本当にビビったる差です。足が体脂肪多いと、うん、体脂肪の方も上半身にあまりない、あない、うんうん、下の方にある、下の方にちょっとあるかな。じゃあ足鍛えろってことですね。内臓脂肪レベル少ないんだよね。素晴らしいですね。男性は内臓脂肪がつきやすいので。何ヶ月か前までは、ね、83キロだったんですけど、お菓子食べるのやめたんですよ。ただそれだけ。それだけで痩せるんですね。ムカつくね。へえ。食欲でこんなに燃えてんだ。1300 あるんだ。ありますね。やっぱり筋肉が多いので。でもなんかすごいやっぱ寒いんですよね、体感が。脂肪がないから。そうですよね。こんな寒かったことないんですけど。なんか1700なの。熱がちょっと。じゃあもっと食べていいんだ。あんた。今から食べるけどね。すごいですね。すごいんですかこれ。ある方ですか。すごいじゃん。もっと褒めて。うん。ああよかった。私はいいってことですね。いいです。もうなんか面白くない人間ってことですね。簡単に言うとね。やーべー。87点。前も同じぐらいだったんだけど、そんな形だったかな。体脂肪また減ってる気がする私。奥様ちょっと体脂肪を。ああ。ホルモン関係にはある。ただ、まあ、やっぱり脂肪分とか取るとやっぱりカロリーは上がります。そうなんですよね、うん、そこなんですよね。でちょっとこう質のいい油、オメガ3とか。なるほど、ね、やっぱお姉さんもこう美容とかに気を使うんですか。私全然産後痩せなくて困っている感じです。あ、そうですか。そうなんですか。こんな綺麗なのに、心配に不幸福。幸せな人生を送ってそうですよね。体脂肪率なんだろう。体脂肪率。体脂肪率ない 3% ってやべえだろこいつ。6.3 ね。うん。
うん、ちょっとひどいよ。そりゃ生理止まるわ。何ヶ月ぐらいでも生理戻るとかあるんですか？長い目で見た方がいいかもって言いますよね。いやそれまでちょっと運動するのは私無理だな、絶対。でも食べたくない、食べたくないっていうか、食べるけど軽めに落とせばいいのかな。水分量が少ないんじゃない？32って私40。いやでも 33.9 だよ、適切で。だからそんなに少なくはない、27.7 から33でしょ。男性って結構あれだね、やっぱり、ね、173にしとけばよかったかな。それだとちょっと増えるんじゃない？水分がなんかすごい多くなってくると特にやすくなってくるので。筋肉も多いのかな、筋肉も多いのかな。でも筋肉、多分この体重、体脂肪からいくとすごい多いです。多分もう体重の普通の筋肉ねえ骨マッスル女子ですよね。マッスル女子です、そうです。もしかして割れちゃってます？いや、めちゃくちゃ割れてます。いや、ちょ、男性顔負けの割れ具合ですよ。素晴らしいですね。やばいな、面白いね、これ面白いね。見せたいっていう方は来るね。見せたいですよ、私もこれ以上なんかね、点数がちょっとやっぱ伴ってないんだな、やっぱ私より悪いって。いやだからさ、これぐらい行きたいよ。点数で見ると多分ここら辺とかと比べてるので。そうですよね、そうですよね。標準体重やっぱりその辺が乗ってこないんですよね。ちょっとやっぱ適正体重と何て言うんですかね、あの女性の理想とする体型とかっていうのはちょっと結構差があるので、結構54キロだと結構こう女性からしたら結構ですよね、ある感じの本になるので。そうですよね、多分もっと痩せたいなっていう感じの体重になっちゃうので。そうですね、そっからのこれだからな、ね、ちょっと一気に落としてみた。とりあえず運動しなきゃいいってことですよね、筋肉落とすには。それか多分急激に落ちたか。ああそれあるかもしれないですね。それこそ1ヶ月あんたと同じぐらいやってるから、リバウンドした分からあの始まりだと。もしかしたら徐々にやってったら体もこう慣れてくるみたいな。ああ。ったかもしれないですけど、一気に落ちたので。ああなるほどね。でもね、結構長い1年ぐらい前から筋トレはしてたんですけど。あ、そうなんですね。そんなに多分食事ですね。私食事変えてガーンといったんですよね。変えて筋トレ量はちょっと増やしたんですけど、有酸素も入れたからかな。それでそんなに減ると思ってなかったんですけど。お姉さんも運動します？やっぱり。あ、昔はしてましたけど、ちょっと子供生まれて。ああ、やっぱ最近はちょっと、ああ、まあそんなもんですよね。疲れてね。一緒に寝落ちにする。そうですね。よし、行こう。うん、行こう。ありがとうございます。ありがとうございます。あの、試飲できるのあるので。心なので。心？はい、あの血流良くなったり。ああそういうのあるんですね。なんかむかつく、本当なんで食べてるんですか。いやー、私お菓子減らしただけで10キロも痩せるっていいの？すごいね、うん、その痩せた顔しないからね、顔でっかいから。顔でっかいから、だから。いや、むかつく、マジで。いや、これから太りに行くんだけどね。一回食べたぐらいで太んないから。いや、嬉しいの。10キロ痩せてるって嬉しいの。やっぱ軽いんだ。いや、軽いってかガボガボだもん、ね。痩せたのってリバウンドしたのから入る。リバウンドで戻ったところからの。何これ。レオピンって言ってニンニクの成分。へえ。ロイヤル。買えってこと？あ、買ってもらったらすごく嬉しいけど。いや、買ってもお姉さんにマージン入らないでしょ。ちょっとだけ。あ、入るんですか。あ、入るんだ。へえ。みんなにやらして入ります。へえ、そうなんだ。これ何なの、血液？ニンニクのどうのこうの。
何これ、なんか前血管面で測ったら私末梢神経に血液動いてないって言ってた。やっぱ生理止まってる人とかも来ますか、結構生理止まったとかって人いますか。でもこれ、あの生薬が、うん、まあ、漢方でいう腎っていうところに腎って腰から下の下半身なんですけど、そこがこう女性らしくやるところなんで、そういうのでちょっとホルモンバランスを整えてくれたりとか、ちょっとこれから年齢あの移行年期とかに少年障害とかの症状が始めたっていう時とかに、うーん、今まだそんな年齢じゃないですけど、いやいやいや、血流が良くなるので、あとは栄養の吸収が良くなるとか、あ、なんか食べ物とか、すげえ出てきた、すごい入りました。それは言ってもんじゃないな。食事制限してめちゃくちゃ負荷かけてたからなぁかなぁ。それまで油を全然取ってないですよ、この上。ああ。今、取りたくないっていうのが、リハとか、コンラスリーとかに。じゃあ、いただきます。あんまりなんか食べない。へえ。ブラックリンダーの脂肪。うん。美味しかった。うん。今日は買いません。ちゃんと大丈夫です。うん、お試し。はい。はい。じゃあいいんですね、あと。はい。はい、また来ます。手に買っていただいたので。ありがとうございます。セザンでキャンペーンしてるので。ありがとうございます。綺麗なお姉さんで良かった。うん、これ箱集めると10個スタンプ集めるとこっちに応募できて、なんと20個集めるとこっちの方に応募できて。あ、わかりました。ありがとうございます。はい、どうもお世話になりました。飽きない。うん。じゃあ待って。はい。じゃあありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうも。また来ますね。はい。はい。